来た来た、どっちどっちどっち。さあ今回はちょっと妖怪ガシャをね回していきたいなと思うんですよ。今日はなんと9回回せます。9回回せるんですね。でスペシャルコインが今4枚あるんだけど、これからですねちょっとスペシャルコインをまず探して、そっからちょっと回していこうかな。いや苦労にこれ熱いね。で前回クエストでウィスパーゲットしたんですけど、あなるほどね、クエストじゃなくてもこういうガシャとかでも普通にウィスパーとかゲットできんだね。ということでまずちょっとスペシャルコインねゲットしに行こうかな。さあここのどっかにトレジャー田中っていうやつがいるらしいんだけど、あのオレンジのびっくりマークかな、あ多分これだいやもう見た感じトレジャーっぽいもん。いやこの人がトレジャー田中じゃなかったら俺は衝撃を受けるよ。んヘイ、誰かと思えばスパイダーモンスターから助けてくれたキッズたちじゃないか。ああの時のもしかして木下ジョロウグモに重きしアッパーパンチやってた。その説はサンキューベリーマッチ、あれはベリーベリーデンジャラスだったぜ。そうだね、あんなでっかい蜘蛛の糸に絡まってたからね、食べられるとこだったね。あいつめ、今度会ったらミートパイの具にしてやるぜ。ゲテモノ食いなんだな。おお、そうだ、紹介が遅れたな。ミーは世界中のお宝を探すトレジャーハンター。もう時々ちょっと英語を挟んでくるのがちょっとうざいなキャットの手もレンタルしたいくらいさ、はっはっは。そうだ、ユウたちもトレジャーハントしてみないか。そんなこと誰にでもできるのかって。はっ、Don't worry。 そのまさかだ。ロマンを求める者はエブリバディがトレジャーハンター。新米だっていつでもウェルカムさ。ビッグボートに乗ったつもりで安心するんだ。オッケー、こうしよう。ミーがトレジャー写真のデータをあげよう。ユウたちは写真をヒントにトレジャーを探すのだ。そしてもちろんトレジャーはユウたちのものだ。嘘、めっちゃ親切。なんでそんなことしてくれんの。新しい写真をゲットしたらユウたちにあげよう。トレジャー、なんかあのこういう遊園地ありそうだよね。レッツトレジャーっていう掛け声してくる。うん、でこのトレジャー写真の褒美の一つにスペシャルコインがあるんですよね。あ、これやっていかなきゃいけないのか。これはあれだよね、なんだっけな、湖だよね。2枚目の写真意味わかんねえな。なんだこれ、遊園地かなんか、あの線路があるよ。なんかかわいい、なんか小学生が描いた絵。これは中学校ね。うん、これは神社、あこれ神社じゃん、あれは事務所だよね。これなんだマジでわかんねえな。あ、そう、この定食屋さんのこの場所にスペシャルコインがあるって聞いたんで、ちょっとここを見に行こう。さあそれじゃあ行こうかな。あ、これあのトレジャー写真の場所をずっと探すっていう動画も面白いね。結構報酬がね、今見たんだけど結構豪華だった。防具とか武器を作るためのレシピの本だったり、神経験値玉だったり、今回探そうとしてるスペシャルコインとかね。よっしゃー、これちょっとやる気出てきちゃったよ俺。さあ探しに行くか。まず、ちょっと今回は定食屋さんちょっと見に行こう。定食屋さんあったっけ。ここら辺かな。魚屋さんの隣っていうことだからここだ。ジバニャンが死んだとこだね攻略サイトに、定食屋さんがその魚屋の隣って書いたんだけど、あのジバニャンが死んだ交差点って書いてくれた方が分かりやすかったのな。やばいやばいやばい、今オートでその場所にピン刺していこうとしたんだけど、ちょっと秋のりがバグってたぞ今大丈夫か。あ大丈夫大丈夫。おお、ちょっとすごいな、今三角公園を横切っていったよ。あのちっちゃいちびっこを引いてしまっても関係ねえよっていうぐらいの。さあここら辺はなんかこう、あでもお前逆走してねえよね自転車はあれだよ、あの左側。おお、赤信号無視してるし。うわー、すーごいすごいね、赤信号無視したの見ちゃってしまった。
さあここがトレジャー写真のある場所。あれなんか近くに来るとなんか変なびっくりマークが立つって聞いたんだけどな。ああった、こういうことね。お、何かある。これはトレジャーボックスを発見した。そう、結構いいんだよね。一つ星コインだけじゃなくて、なんと、そう、そしてオッケー、ということで今スペシャルコインを僕今5枚持ってるんですけど、あとですね、僕が持ってないところとしては霊剣林にかかってあるウォーチロック S にもあるらしい。で、あのケイタくんの小学校がある近くにもウォッチロック S のウォッチロックがかかってんだけど、説明下手だな。そこにもスペシャルコインがあるんだよね。さあとりあえずここのどっかに S ランクのウォッチロックがかかってるはずで、僕ちょっと外してないと思うのでちょっと見に行こう。さあ到着。お、宝箱が2つある。中になんか妖怪みたいなやついるんだけど、ちょっと宝箱を取ったらあめっちゃ怒るとかそういうことじゃなくて。おお、これは嬉しい。よし、でこれでもう全てのスペシャルコインをゲットしたかな。さあそれじゃあガシャ回していきますか。ガシャの4種類ある。あれあれ、さっきとなんか、お品書きが変わって、あ、そうか。コインによって違うのか。あ、5つ星コインだと黒鬼がいるんだけど、スペシャルだと黒鬼いないね。だけど、武士ニャンがいてくれるな。よし。まずこれが、あれね。武士ニャン欲しいね、ちょっとね。で、これはスペシャルコイン。いやスペシャルコイン、いや武士ニャンの方がいいな。さあ次行ってみよう。まああの5つ星コインとかもね回すから。さあこれは、わあこれも捨てがたい、捨てがたいな。オロチが手に入るぞ。さあ次最後。でもやっぱ武士には欲しいかな。スペシャルコイン。おお、これもいいね。これもいいな。なるほど。じゃあどうしようかな。とりあえずこれちょっと回してみようか。山吹鬼手に入ったら結構嬉しいよ俺。あえー、いや、スペシャルコインで赤出てくると俺すげえショックだよ。やばんばー。まあ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 、でもね。あれ？なんかスペシャルコインって S ランク確定のコインじゃなかったっけ？まあいいや。今回は違うんだね。さあ、じゃあちょっと2枚目。いきまーす。うおー、マジかー。あーでもドンドロ、でもドンドロは多分金のコーン一つだけじゃ多分マッチングできないと思うんだよね。くそー。さあ次行こう。いやまだね、まあ6枚あれば1回ぐらいは大当たり出ますから大吉。さあここはねもちろんちょっとシャドウサイドのオロチが欲しいな。来た来た、どっちどっちどっち。ちょっと待ってよー。もう大吉そればっかじゃん。なんでちょっと、あ、などがついているから大吉これ以外にもあるってことね。おいおい聞いてないよ。すごーい、かん、ん、多分今のはすごーい漢方だよね。
わ、マジかよ、きついな。あー、おスカイシャリマンの金だね。さ、じゃあ次はちょっとやっぱブシニアンが気になるんですよ、僕はね。なぜか僕あのブシニアンのコーンの金をなぜか一つ持っているんですよね。多分なんかのガシャで当てたんだと思うけど、ちょっとリアクションが薄すぎて覚えてないっていうね。あ、ちょっと待って、これすごい漢方が大吉にある。ちょっとこれあかんぞ。うお、マジか。うっ、これあれだよね、別にガシャじゃなくてもゲットできるよね。ふーん、貴様が新しい家来でちゅか、俺ちゃまのおもちゃにしてやるでちゅ。なんかちょっと外れた気分だよ俺。さ、じゃあ最後のスペシャルコインちょっと回していきますかね。うわ、終わったわ。お、あー、でもブシニャン来た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 、ブシニャン来た。ちょっと見ていいかな、マッチングちょっと見ていいかな。あ、ブシニャンのコーン金が3つでマッチング、あ、ゲットできるんだね。なんであと1つ足らないっていう。ドンドロは金が2つだね。ブシニャンよりはちょっと要件が優しいんだ。素敵な出会いがありますように。さ、まだコインはあるので、ちょっとスペシャルコインなくなってしまいましたけど、5つ星コインいきましょう。これでもレア度が5なんでね。うん、こうブシニアの手形が出てきてくれるとマジで熱いんだよな。うわ、いらねえ、一番いらないやつだわそれ。さあ残りあと2回ですけど、一つ星コインか。あ、結構溜まってる。あ、これも大吉、武士には出てくるね。一つ星コイン結構レア度高いな。うわ、おお、まあでもいいんじゃない、いいんじゃない、まあまあいいな。なかなか手形が出てこないな。うわー、しょうがない。うわー、今日は期待してたんだけどな。今日はマジで期待していたんだけど、しょうがない。まあ運がね。まあ妖怪ウォッチプリプリの方で Z ランク200連で出てきてくれたから、まあいいや。